まずはこの方です。5回に反撃ののろしを上げるホームラン、プロ入り初ホームランの大崎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。大崎さん、今日はゲームの中で相手唐川投手がリズムに乗ってきたあの場面で見事な一発になりましたね。唐川君はすごくいいピッチャーなので、思い切って食らいついていきました。あのボール見ますとインコース厳しいボールかなと思ったんですが、どんな感じで振り抜いたんですか？その前のボールがインコースで、もう一度来るんじゃないかなと思って思い切っていきました。手応えは良かったです、はい。大崎さんもですね、バッティングで俊足を飛ばしてツーベース、スリーベースというのは何度も見てたんですが、今日はホームランです。一周回った感じはどんな感じでした？嬉しかったです。本当に感激しました。もっとゆっくり回ってもよかったかなと思いましたが、そのあたりは。いえ、僕の持ち味は全力なので、思い切って走りました。ベンチに帰ってナインにどんな風に迎えられました？すごい祝福されて、すごく嬉しかったです。ホームランボールは今どこに？バックの中に、はい、しまいました、はい。さあ大崎さん、これでついに首位マリーンズを捉えて単独首位に立ちました。これはいかがですか？このままいきます。ゴールデンウィークいよいよ明日から本格的に始まります。明日もたくさんのちびっこそしてライオンファンが詰めかけますけども、皆さんにメッセージお願いします。一日でも多く、皆さんの前でプレーしたいと思います。よろしくお願いします。まず歌のヒーローは見事な同点のホームラン、プロ入り初のホームランの大崎選手でした。おめでとうございました。さて続きまして、今度は投げるヒーローをお迎えしましょう。今シーズンは見事なセットアップぶり、藤田太陽投手です。おめでとうございます。いや、僕らは縁の下の力持ちで、そういう地味な立場で頑張りたいと思います。何をおっしゃいますやら、今シーズンここまで13試合ですかね、今日入れてまだ自責点0、防御率 0.00、 立派です。いや、後ろで野手が本当によく守ってくれるんで、昨日も野手がいいところでアウトにしてくれて、そういう支えがあってこの数字だと思います、はい。今先発投手が、6回もしくは7回まで投げると、もう本当に後ろの3人がですねしっかりしてますんで、かなりの確率でライオンズが勝利に近づくんですが、このあたりいかがですか？今日もカズさんが7回まで投げるっていうことを僕に言ってきたんで、8回はじゃあ任せてくださいと、そういう約束を今日果たせてよかったと思います。かっこいいという声が聞こえましたが、マウンド上とは違う本当ににこやかな笑顔が見られますけども、ライオンズに来てこれが初めてのお立ち台ですか？そうですね、はい。どうですか、ライオンズファンの皆さんの雰囲気は？緊張します。宇田さん、同じ質問になりますが、これで単独首位です。今後の戦いはどうなっていきますか？いや、一戦一戦絶対勝って、最後に美味しいお酒を飲めるように、明日からまた頑張っていきたいと思います。防御率 0.00、 まだまだ続けてください。見事なピッチングでした。おめでとうございます。ありがとうございました。投げるヒーロー藤田太陽選手でした。放送席どうぞお返しします。